皆さんこんにちは。さあ始まりました、 KCN 情報発信スタジオ K スター。この番組は生駒市にある KCN スタジオ情報発信基地として奈良県のさまざまな話題をお伝えする番組です。番組進行は私永井康之と近藤彩香です。さあそしてピックアップザ奈良のコーナーは、はい、K スターのベッキーこと市川さんが中継に出てくれております。はい、それでは早速呼んでみましょうか。市川さん。はい、市川真由です。私は今奈良県庁の横にオープンしたばかりの奈良公園バスターミナルに来ています。こちらご覧いただいております西棟、こちらにはお土産物屋さんや飲食店などが入っています。この他にもたくさんの施設がありますので後ほど詳しくご紹介します。お楽しみに。はい、おかしいな、リハーサルではね、うん、はい、ケースタのベッキーですって言い切ってましたけどね。うんうん言ってる。じゃあ後ほどよろしくお願いします。できたってほやほやですからね。さてですね、あのケースタなんですけれども、うん、来週から2週間春休みを頂戴いたします。はい、つまり、うん、4月の放送は今回が最後ということになります。あ、そうですね。ということは、ということは、うん、なんですか。平成最後の放送が今回なんですよ。そっか、そうでしょ。もう次は令和に変わってるんですね。そうなんですよ。あら、だからこれからはですね、まあ、今回は、とりあえず、会話の最後に平成最後必ず言えときます。わかりましたね、近藤さん。はい、平成最後のあの返しできるように頑張ります。よろしく。さあ今回30分楽しみですよ。お願いします。さて今回も生駒市の園芸店グリーンプラザ山内さんのご提供でスタジオに鉢植えを飾っていただいております。この鉢植えは後ほどご覧の皆さんへのプレゼントとしてご案内しますが、その詳しい育て方を聞いていますのでこちらをご覧ください。今週のお花はペチュニアです。こちらはグリーンプラザ山内直営農場さんのものになります。ペチュニアは日当たり水はけの良い場所を好みます。水やりは土の表面が乾いたらたっぷり与えてください。長い間お花が楽しめるので植え付け時に元肥を混ぜ込むと良いでしょう。花つきが悪くなったり株が伸び乱れたら株元から5節約15センチ程度残して切り戻しをしてください。そうすると再び新しい芽が伸び花を咲かせます。これら以外にも花の色や大きさ、一重、八重など様々です。たくさんの種類を扱っているのでぜひお店にてご覧ください。さあ平成最後のお花です。うん、大人っぽくて色合いが綺麗ですよね。いやでもね、いろんな色が楽しめていいですよね。今回はゴージャスです。はい、グリーンプラザ山町さんではたくさんのお花や観葉植物、お野菜の苗まで扱っておられます。園芸にご興味のある方は平成も令和もぜひお店にお越しください。さあそれではトピックスのコーナー参りましょうか。ケースタでは撮影クルーが奈良県各地を飛び回りまして地域の話題をくまなく紹介します。あなたの身近な人登場するかもしれませんよ。平成最後のカット割り。今日はサクッといけますよ。まずは奈良市で行われた日本古来の芸術を知る催しです。冷たいね。奈良市の築100年を迎えた町屋を一般公開している奈良町にぎわいの家で行われたのは盆石の展示と体験。盆石とは黒いお盆の上に自然石と微光石という砂で自然の情景を描く古来から伝わる芸術です。今回の作品のテーマは海。こちらの作品名は蓬莱山です。中国では想像上の景色だそうです。またおめでたいという意味を持つことから鶴亀と海から昇る朝日が美しく表現されています。綺麗です ね特にこれあの黄色になってますよね。うん、砂で描かれているとは思えないですよね。すごいな。こちらは三重県大王岬の景色を題材とした作品です。これってある意味見立てなんですよね。波に見立てるって、ただ見立てるときにぎこちない波だってでも見立てることはできるんですけども、私はいかに自然に見えるかとか、どこがこう不自然に見える箇所を作るかとか、そういうなんていうかな見どころみたいなのをその景色の中で入れたりをするんですよね。それができたら一番嬉しいです。また来場者たちが盆石を打つ体験もありました。この微光石は大理石です。
羽やハケを使って描いているんですね。すごく繊細です。なんていうかな、一期一会のこの答えの出方っていうのもすごい楽しいし、やっぱこういうのがあると、いろんな文化に触れられるんで、ぜひ続けてもらえたらと思いますね、はい。訪れた方々はお盆の上に広がる景色に幽玄な世界を感じているようでした。こんな世界あったんですね。素晴らしい芸術。すごいですね、全部砂ですよ。すごいね、奈良町にぎわいの家ではいろんな伝統文化を知ることができるイベントを催されています。皆様もぜひ奈良町にぎわいの家にお出かけください。さて続いては J リーグチェアマンが視察に訪れたサッカー JFL 奈良クラブホームゲームの模様です。前節の青湯ゲーム、これまでの鬱憤を晴らすかのようなゴールラッシュで快勝を収めた奈良クラブ、ここから波に乗って上位に食い込めるか、進化が問われる一戦です。最初のチャンスは奈良クラブ、ゴール前ユーマが粘って菅野のシュート、さらにこぼれ球を宇津木のダイレクトボレー。さらにチャンスは奈良クラブ、金久保のフリーキックをユーマが落としゴール前の混戦、最後は加藤が足を伸ばしますがこれも枠を外れます。後半の主導権は奈良クラブ、右サイドから藤井のクロスに金久保がダイレクトボレーで合わせますがジャストミートせず、さらにまだまだ攻め立てる奈良クラブはコーナーキックから加藤のヘディング、これも枠を外れます。惜しい。しかし後半35分、奈良クラブのミスから琉球大ドラゴンズ龍ヶ崎が裏に抜け出すと、これを冷静に決め先制を許してしまいます。奈良クラブはこの後金久保の思い切ったロングシュート、さらに右サイドからのアーリークロスに曽我部が飛び込みますがゴールはならず、前節が嘘のように決定力を欠いた奈良クラブ2連勝ならず、今シーズンホーム初勝利はお預けとなってしまいました。まあ、当然今後の競技成績といくつかの必要な要素はありますが、奈良クラブが十分にJリーグを狙えるクラブだというふうに認識した次第でございます。まだまだ僕らにやれることはたくさんあるし、やらなきゃいけないことっていうのはたくさんあると思いますから、もうサッカーするだけです。サッカーで失った勝ち点はサッカーで取り返すだけなので、ブレずに進みたいと思います。まあ、ホームは初勝利遠いですね。いや、すごい攻めてたんです。だからこのままいけば次回は必ず勝てると思います。ぜひ頑張ってくださいよ、はい。次回のホームゲームは4月28日奈良デンフィールドで行われるベルスパ大分戦です。続いてはバスケットボール B2 リーグ、バンビシャス奈良が今シーズンホーム最終戦を戦いました。まずは心配されていた来シーズンのリーグライセンスなんですが、無事交付されたことについて加藤代表からコメントをいただいております。また奈良を盛り上げようと奮闘されているあの人も応援に駆けつけました。ご覧ください。私どものですね、財務的な部分でご心配をおかけしたことを本当に申し訳ありませんでした。これを大きな力に変えて、来シーズンもまだ大きな課題が残っています。必ずバンビシャス奈良はその課題をクリアして、5年先、10年先、その先のですね、未来を一緒に、皆さんと一緒に作っていきたいというふうに思っています。ぜひ来シーズンもご協力お願いいたします。この2年生には奈良市観光特別大使の加藤雅也さんが応援に駆けつけました。加藤さんの登場で会場は大いに盛り上がっていましたよ。さあ、そしてその2年生の2日目、ホーム最終戦を戦うバンビシャス奈良にとっては今シーズンの集大成、奈良のブースターに今シーズン最後のホームでの勝利を届けることはできたのでしょうか。しかし前半は広島ドラゴンフライズのペース、バンビシャスは小松が通算300本目のスリーポイントシュートを決めるなど応戦しますが、第2クォーター中盤までに10点のリードを許します。しかしここからバンビシャスは途中出場の樋口が果敢にリングへアタック、一気に1点差まで詰めて後半に突入すると、
バンビシャスの勢いは止まらず、再び樋口の連続得点で逆転に成功します。その後もホームの大声援が後押しし、本田がスティールからの得点。ジェフリー・パーマーが2桁得点差に広げるスリーポイントシュートと、最後まで集中力を切らさずゴールへの執念を見せ続けたバンビシャスなら、ホーム最終節を連勝で飾りました。いやー、樋口選手大活躍でした。すごいですよね。途中出場で23点ということで大活躍、樋口デーでしたね。そうですね。いやー、やりました、素晴らしい。さあ、 B2 ライセンスが交付されまして、来シーズンも B2 リーグで戦うことに決まりました。だからこの2連勝がね、もうそのお祝いでしょうね、本当にね。まあ、来週がアウェー戦が今シーズン最後の最終戦です。一つでも順位を上げてね、来シーズンへの弾みにしてもらいたいですね。以上、トピックスのコーナーでした。さて、続いては遠く離れた都道府県の魅力を、奈良からも近い大阪で知ることができる情報です。今回は島根県大阪事務所からのご案内です。ご覧ください。奈良県の皆様、こんにちは。島根県には出雲大社、石見銀山、松江城、足立美術館や沖ノ島といった数々の名所があることはご存知だと思いますが、神楽や安来節といった魅力的な伝統芸能もあることはご存知でしょうか。今回は中でも島根県西部の石見地方に古くから伝わる伝統芸能、石見神楽についてご紹介します。これまで現地でしか鑑賞できなかった石見神楽を鑑賞できる施設が4月25日大阪の難波にオープンします。その名も石見神楽なにわ館。開館日は毎週金曜、土曜、日曜と祝日で1日2回公演を行うほか、館内では神楽グッズや島根県の物産販売、島根県の観光パンフレットの提供を行う予定です。石見神楽は昔から地域の娯楽として秋祭りなどで演じられてきました。現在も130以上の団体があり、オロチ、エビスといった神話などを題材にした演目が約30種類あります。現地では観光客の皆様も年間を通じてご覧いただけるよう環境を整えております。まず石見神楽なにわ館で石見神楽をご鑑賞いただき、その後現地の神社などで本場の石見神楽もぜひお楽しみください。最後にプレゼントとして石見神楽なにわ館鑑賞券をペア10組20名様分ご用意しました。皆様のご応募をお待ちしてます。いや、4月25日にね、こんな施設をオープンするということでね、面白そうですよね。興味深い、行ってみたいですよ、ここ、はい。そして島根県大阪事務所から石見神楽なにわ館の入場券をプレゼントいただきました。はい、ありがとうございます。応募方法は番組の最後にお知らせします。以上、島根県大阪事務所からのご案内でした。 KCN 情報発信スタジオ、ケスター、まだまだ続きます。俺たちワケモファミリーで作る今日ワケモスタール、ワッケンロールなたこ焼き屋さん太丸からお送りするこの番組、ある時は気になるお店やおすすめスポットへ突撃レポート、またある時はスペシャルなゲストを迎えてのトーク&体験教室などなど、毎回奈良を元気に盛り上げようと奮闘中。見てくださいね、ワケモロー。さあ、続いては奈良の気になるスポット、人物のことを奈良県出身リポーター奈良での目線で紹介します。ピックアップザ奈良のコーナーです。今回は奈良県庁前にオープンしたばかりの奈良公園バスターミナルへ、本奈良行こかです。さあ、早速ですね、今朝のベッキー市川さん中継、ね、行ってくれておりますね。呼んでみましょうか。市川さん、本奈良行こか。はい、私は今奈良公園バスターミナル東棟に来ています。KCN、K スタのベッキーこと市川真由、平成最後の中継しっかりと務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。しみじみ言うたしね。さあ、ね、あ、もういいです、いいです、もうさらっと行きましょうね。はい、こちらの場所なんですけれども、皆さんがバスで到着されたり待たれたりする場所ですね。とっても広いスペースが設けられています。ベンチもありますしね、で完成したばかりですから、もうお手洗いもとってもピカピカ綺麗でございました。さあ、
それではここからは奈良県奈良公園室室長の武田さんにお話を伺いたいと思います。武田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。武田さん、改めましてこの奈良公園バスターミナル、はい、どういった施設か教えていただけますか。ですね、これ奈良公園、今日も晴れてますけどもしっかりと回らんといかん、周遊するのにはちょっと、広いなという空間ですね、そこをですね、こちらで、こういう、施設を作って、ゆったりとしてもらおうということを、テーマに、考えています。その中でもおテーマ3つございます、3つ、はいはい、そのためにはですね、また渋滞の緩和ですよね、それから、ガイダンス機能といいますか、ゆっくりと奈良のことを勉強していただこうという施設、それからおもてなしの機能ということで、ゆっくりとお店で、ゆっくりとした収容した後で、そこで心を癒していただこう、体を癒していただこうというふうな空間を作っています。じゃあこの東棟では主にどういったことになりますか。あのガイダンス機能ですよね、勉強していただこうというものですよね。勉強をじゃあさせていただきましょうか、まずはこのジオラマ、すごいですね、奈良公園ですね、これちょうどあの赤いところがここのバスターミナルですよね、でここからあのこう起伏があるんでイメージしやすいかなと思うんですよね。例えばここに東大寺があるよね、若草山があるよねって全体俯瞰していただいて、奈良をじっくりどう回ろうかなっていうのも、あの見ていただきたいなというふうに思ってますよね。あんまりこういう形で見ないからね、すごくイメージしやすいですね、そうですよね、それで見ていただいてこれからよし奈良公園行こうと思っていただきたいなと思っています。はい、じゃあいざ回ろうと思いましたらどうしましょう。こちらですよね、こちら、何があるかな、タブレットがございます、これね、ちょっと触ってみてください。どうぞどうぞ。奈良お散歩マップって書いてますね、そうです、行ってみましょう、日本語、エリアが分かれてまして、じゃあ奈良公園、地図で見る食べる体験土産いろいろあります、そういうジャンルに分かれてんのや、ポンポンと行ってみますね、東大寺の、ここ行ってみたいなと思ったら、ポチッとこう、詳細を、東大寺ですね、ポチッと行ってください、すごいですね、いろいろ詳しい説明 と、ね、大きくなったりもするんですよ、ほんまや、それええわ、お水取りとして有名ですよとかね、書いてますよね、あとターミナルから17分、時間が書いてあるのもいいですね、親切やね、書いてくれてんねや、クリップ、あれ、向かへんかった、クリップ、下に入った。他にはどこか行きたいとこありますか。あ、どんな近くで春日大社、春日大社、春日さん、春日大社さん、これかな、なんか赤いやつですね、大丈夫、うまいことできない、すいません、行き過ぎたと思うよ、これはね、春日大社、ピッ、春日大社、ここも同じようにクリップしてください。昔の人ピッて言うのね、はい、こらこら、これは印刷でいいですかね、印刷できんの。じゃあこのような地図がこれで出てくるということですね、ではその出てくる地図というのが、こちらですよね、こちらでございます、じゃじゃーん、見てください、立派な奈良公園バスターミナル、そして日付も入ってます、思い出作りですよね、奈良公園に来られた思い出を作っていただきたいなというふうに思ってますね、え、もう本当旅のしおりですよね、いいよね、中を開けると先ほどチェックしたところですよね、場所がここで載ってますからね、それをこう回ってもらったらいいなと、で、お好みに応じてこれポッとまた印してもらってもいいんで、それをこう全部で自分のしおりにしてもらって思い出にしてもらったらいいかなと、なんかここの景色良かったなとかね、いいお店あったなとか、そういうのができると思います。またこれで来たいなと思ってもらったらまたなお一層ありがたいです、ちなみに無料ですか、おいくらですか。ただですよ、ただなの、ただですね、ぜひね、武田さんいいわ、欲しいなと思うんで、ただです、これぐらいできることからコツコツとやりますから、ありがとうございます、コツコツありがとうございます、では次のところをご案内いただきましょう、これね、もう少し向こう行って、階段上がっていただくと、これのね、レクチャーホールっていうのがございます。レクチャーホールあるんですね。レクチャー、いわゆるこういろいろことを教えてもらえる施設っていうことですよね。文字通りです。もう本当に下で、地図も見て、でレクチャーホールでいろいろまた奈良のことも勉強できるというね。そうですね。いろいろ見て、
こんな奥深いことがあるんだなっていうのを見てもらったらいいかなと思います。とりあえずね、例えばあの東大寺さんとかね、春日大社行くときにどっか途中休憩したいなってすごく思っていたんですよ。ここ行ったら休憩できますよね。抜群ですよ、それはね。いいですよね、ね、座れますし ね、お茶もできますしね。やっぱり奈良公園広くて座るとこあまりないのと、まあ、休憩する場所ないっていうお声いっぱい聞いてますから、まあ、それはね、このご要望に応じてと、はい、ぴったりですね。では到着しました、レクチャーホールでございます。どうぞ。んお、あ、すごい立派なホール。綺麗なホール、見てください。どうぞ。この景色、とても景色が綺麗、これ絵じゃないのよね、これ春夏秋冬楽しんでください。いや、動いてるの、絵ちゃうから、はい、これ、全部で、300席あ、そうです、そうです、あの300席あって、まあ、修学旅行生が、まあ、来ても全然大丈夫なようなスペースにしてます。はい、でここでその、はい、まあ、学生さんたちは奈良のことを学んだりとか、そうですよね、そういうことができるんですかね。今はね、あの外が見えるようになってますけど、スクリーンが降りたりとかして、映像を見ることもできるんですよね。なるほどね。原始林の 4K 映像もここでご覧になれますよ。はい、4K 映像、めちゃくちゃ綺麗なやつですよね。抜群です。はい、素晴らしい映像も楽しめるということで、はい、ぜひ皆さん来てみてください、はい、お願いします。このホールね、はい、あのムジックフェストってこれからね、うん、音楽イベントがあるやつでも使われるんですよね。使います、使います、どんどん使いますよ、まあ、うまく活用していきたいと思ってますから ね、皆さんに使ってもらってこその施設ですからね。そうですか、はい、さあ続いて、もう本当ね、はい、いろんな施設があるのでどんどん行きますよ、うん、はい、行きましょう、行きましょう。うわ、また景色が綺麗そうや、これ広々として。そうね、はい、もうガラス張りなんでね、本当にお外が綺麗で、1週間ぐらい前やったら桜満開で、そうですよね、でも、ね、でも今もね、今もすごい綺麗、気持ちいい空間ですね。はい、まあ、ぜひ来てください。全面ガラス張りで、さあ、はい、2階の展示は一体何があるんでしょうか、はい、じゃーん、これね、奈良ストーリーとか書いてますけどね。奈良ストーリー、じゃーん、ここはね、何でしょう、ここはね、うん、奈良の奥深いものをやっぱり見ていただきたいなと思うんで、はい、それをここで、奈良の奥深いもの、何でしょうか、まあ、例えばコアな部分も、うんうん、どんな部分もいろいろゆっくり見ていただいたらいいかなと思います。さあ、ではこちらに画面が、はい、これね、これね、タブレットがたくさんあります。5つから選んでいただくようになってるんですけど、はい、はい、あのカメラアイ、パワースポット、鹿豆で、はい、日本酒、ひまんよとかあります。そうですね、ちょっと鹿気になりますね。鹿になります、はい、じゃあ鹿豆で、はい、ってください。鹿豆で一体何があるかな、はい、じゃあ鹿トリビア見ましょう。鹿、はい、トリビア、トリビア、鹿、はい、ご飯、はい、ご飯、ご飯、はい、鹿のご飯、鹿せんべいの材料気になりません？何？鹿せんべいは小麦粉と米ぬかでできてますよ、はい、というような、はい、まあ、こういうことをいよいよね、学んでいただいたらいいなと。あ、そうなってんのかなとか、ね、面白い、はい、何か気になるのありましたか、近藤さん。私気になるのは、うん、あ、じゃあ市川さん、日本酒のルーツ奈良って書いてる、お酒だ、やっぱり、やっぱり、うん、やっぱり、やっぱり、そこ、はい、はい、これでね、おすすめのページはこれです、うん、ラベルマンダラ、うん、マンダラ、どうですか。うわ、これね、奈良のお酒全部ここで見れますからね。すごい、いろんなもの入ってますよ、はい、奈良の、どれがお好きですかね、どれがいいかな、私ですか、うん、すみません、武田さん、そこ話したんで長なるんで長なるんで、じゃあまあまあ、これぐらいはね、近藤さん考えておいてください。はい、どうぞどうぞ。さあ、ということでね、本当に食べるものもたくさんあります。お土産屋さんもあります。うん、お勉強もできます、うん、ということですからね。ぜひぜひ、あの観光客の皆さんだけではなく、はい、奈良県民の人にも訪れてほしいですよね。ぜひぜひ、あのここに来て楽しんでもらって、うん、いろんな人がここで交流する、そういう出会いの場になれば、またさらにいいなと思いますね。そうですね。はい、ぜひ皆さん、足をお運びください。はい、スタジオにお返しします。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ来てください。はい、ありがとうございます。いや、いい場所ですよね。さっきも言ったけど、本当途中ね、休憩する場所なかなかなかったからね、うん、しかも今ちらっと言ってらっしゃいましたけど、はい、あ、もうやっぱりね、トイレ行きたいないのよくあるんですよ、うん、ここね、寄れますからね。でね、お子様だけちょっと公園行って、おばあちゃまはちょっとここで待ってるとかっていうこともできますよね。夏は多分涼しい場所にもなると思うので、うん、すごく、いや、なんか新しい観光スポットできたなって、そんな風に思います。日本酒の種類もいっぱいありましたし、気になるな、あれ見て飲みに行けたらいいですね。
はい、はい、こはい、平成最後の中継どうもありがとうございます。以上ピックアップと奈良のコーナーでした。さて続いては皆さんからの写真やメッセージを寄せいただきご紹介するコーナー、その名もみんなのネキニュースです。ネキとは方言ですぐそばという意味ですけれども、皆さんのネキにあります写真テレビでご紹介できますので、どしどしお寄せください。今回のベストショットはこちら、大和郡山市のペンネームシャーロックさんからいただきました。4月13日のホームゲーム最終節、バンビシャス奈良の試合を観戦しに行ってきました。最終戦ということもあり、来場者数は1400人を超えていたみたいです。今回も声が枯れるぐらい応援して本当に楽しい時間となりました。 B2 リーグの残留も決まったバンビシャスなら、次のシーズンも応援していきたいと改めて思いました。ありがとうございます。いやもう2連勝気持ちよかったですよね、バンビシャス。ありがとうございます。ちなみにちょっとね、皆さん画面注目していただきたい、はいはい、左下です、うん、ユニフォーム着てね、24だけ見えるんですけど924なんですあれね。ほうほうほう。あの方実は加藤雅也さんなんですよ。あ、加藤さん、あの至近距離でご覧になってたんですね。そう、だからちょっとすみません、皆さん見にくかったら目細めて見てもらえますか。リアルやな。はい、続いていきましょうか。はい、続いては東京都府中市のペンネームカランコロンさんからいただきました。東京から来ましたよ、あなた。ありがとうございます。先月中旬、橿原神宮内拝殿参拝に行ってきました、うん、特別に回廊の内側の白い砂利の中にも入らせていただきました。貴重な体験ができて嬉しかったです。永井さん発信でこの番組をしてから毎週動画で見ています。奈良が好きっていう思いをすごく感じます。私ももっと地元を愛さなくては。あと奈良とは全く関係ないのですが、近藤さんのハスキーボイス素敵ですね、憧れますといただいています。ありがとう。ちなみにハスキーボイス、ボイスはね、酒焼けですよね。違いますよ、生まれつき。ほんまかいな。いやでも嬉しいですね、東京から多分ネットをご覧になられて見てるんでしょうね。ね、ありがとうございます。いやこの番組も全国ですね。おじゃあもう一枚だけいきましょうか、はい、はい。こちらは京都府宇治市のペンネームももりんこさんからいただきました。毎朝5時過ぎから愛犬2匹とお散歩に行くのですが、たまたまこの日はお姉さん犬にいつもと違うコースへと誘導されました。そしたら近くのお寺の桜が満開に。犬は何でも知っている。そうやね、そんな歌あったよね。ないわ。ないですかね。綺麗ね。うーん、素敵。このようにですね、どんどんと写真、それからメッセージもお寄せいただきたいですよね。はい、どんな写真でも OK です。どしどしお寄せください。応募はケースタホームページの投稿フォームからお願いします、はい、もちろん私たちへのメッセージもお待ちしております。ベストショットを紹介させていただいた方にはケースタ特製2ポケットウォレット、メッセージを紹介させていただいた方にはケースタロゴ入りボールペンをプレゼントします。以上みんなのネギニュースでした。続いては視聴者プレゼントのコーナーです。今回はグリーンプラザ山町提供、スタジオを飾っていただいた鉢植えを1名様に、奈良クラブ提供、 JFL2019 奈良クラブホームゲーム全試合共通観戦招待券をペア5組10名様に、島根県大阪事務所提供、石見神楽なにわ館入場券をペア10組20名様にプレゼントします。ご応募はケースタホームページのプレゼント応募フォームからお願いします。またプレゼントの応募ははがきやファックス、 E メールでも受け付けています。ご希望のプレゼント、ご住所、お名前、ご連絡先と番組へのご意見、ご感想、ご記入の上、皆さんぜひご応募ください。今週のプレゼント当選者は商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。そして先週のプレゼント当選者はご覧の皆さんです。おめでとうございます。さあケースタでは皆さんからの情報をお待ちしております。地域のお祭りやイベント情報、地域で人気のあの人あのお店、ネキニュース宛ての写真、私たちのメッセージなどなど、電話ファックス、イメール何でも OK です。皆さんからの情報をお待ちしております。さあ、平成最後の中継いかがだったでしょうか、うん、市川さん。はい、私たちは屋上庭園に移動してきましたよ。この建物の、ね、屋上全部を、ね、ぐるりと歩くことができます。若草山も見えて本当に綺麗ですよ ね。ぜひぜひ皆さんご利用ください。はい、ありがとうございます。鹿ちゃんも、ね、可愛かったですよね。平成最後の放送いかがだったでしょうか、ねね、ちなみにこの間ね、はい、リポーターの土方兄弟のアニアンと電車で会いまして無視されました。仲悪いんですか。アニアンが座ってたとこ僕が座って、うん、だからアニアンのぬくもり感じましたけどもね。さて次回なんですけれども、はい、次回はエケスタは来週から2週間春休みとなりますので、はい、次回の放送は5月の7日です。ということでそれでは皆さん令和の新時代でお会いしましょう。
それではさようなら。さようなら。